ESRO-2B は1968年に打ち上げられたヨーロッパの研究用スピン安定型天体物理学衛星、アイリスとも呼ばれる。欧州宇宙研究機構が運用し、X 線と太陽エネルギー粒子線で装填観測を行った。ESRO-2B は8 9ラムの円筒型宇宙機であり、 長さ8 5トル直径7 6トルであった。おおよそミッション開始195日前の1968年12月、搭載する磁気テープ情報記録装置が機械的故障に見舞われた。これによって衛星からの重要情報の送信ができなくなったため実質2つの X 線実験を終止させた。1968年5月17日、 スカウト B ロケットで極軌道に近いダ円軌道に投入された。スピン安定型の ESRO2 バイトのスピン速度は最大 40rpm であった。1971年5月8日、16,282回の地球周回の後に大気圏に再突入し破壊された。ESRO2 バイトには高エネルギー宇宙船の検出。 全粒束太陽 X 線の測定、バンアレン太陽子と宇宙線、陽子の計測などのために設計された7機の装置が搭載されていた。ESRO2 バイトは太陽観測のために設計されているが、太陽以外の X 線源からの X 線の測定もできたと考えられている。なお、打ち上げ1年前の1967年5月30日に、 ESRO2A の打ち上げに失敗している。ありがとうございます。